皆さん、おはようございます。マーティーン。ダーヌミーボー、エトケス。今日は、里親制度の話をします。里親制度とは、保護者不在ですね。家族が不在。病気療養、望まない妊娠、出産や、養育拒否などのために保護を必要とする子どもを都道府県によって認定された里親の家庭に行って期間を迎え入れて養育する仕組みだそうです。これ、家庭的養育と位置づけられております。制度上は1か4人。なお、専門里親は2人までだそうです。 子供の情緒的交流が活発したり、家族への帰属意識が高まることでさえ、はい、養育里親、専門里親、養子縁組を希望する里親、親族里親があるそうです。これね、ファミリーホームの取り組みもあるそうですね。里親になるためには保護者を要する子供の養育に対する理解と熱意、並びに子供への豊かな愛情を持っていること、 経済的に困窮していないこと、里親研修を収容していることなどが挙げられるそうでございます。保育資格は問われないものですがね、はい、いろいろ養育したいファミリーホームを開設する人の中には、かつて乳幼児や児童養護施設などの保育士として勤務経験がある人もいるそうです、はい。まあ、いろいろ種類によって違いますが、親族里親だ,だと確かに亡くなった人とか養育できない人ですね。はい。養子組、まあ、 周囲によって全然違いますけどね。今日は佐藤屋制度についてお話ししました。バイバイ。